排気ブレーキは、エンジンブレーキの効果を増加させる補助ブレーキの一種で、ディーゼルエンジン特有の装置である。液ーストリターダーとも呼ばれる。貨物自動車など、大型自動車のほか、エンジンで走行する、鉄道車両に装備しているものがある。排気ブレーキは、排気管を閉塞するバルブを設けて、排気抵抗を増やすことで、エンジンの回転抵抗を増やし、エンジンブレーキの作用を強化する。 長く続く下り勾配ではフットブレーキを多用すると加熱によるフェード現象やベーパーロック現象により制動力が極端に低下することからフットブレーキの負担を軽減するためにエンジンブレーキが利用されるがディーゼルエンジンはガソリンエンジンに比較するとエンジンブレーキが弱くかつ大型自動車などの車重が大きい車両ではより強いエンジンブレーキが必要とされるため ディーゼルエンジンを搭載した車重の大きな車両には排気ブレーキが装備される場合がある。排気圧力はバルブを抑えるバネで制御され、一定以上の圧力を超えると、バルブが開いて排気管下流の消音器側へ排気を逃がす。バルブを作動させる方法には、電気空気式と電気負圧式がある。電気空気式は、エアタンクに貯められた圧縮空気と、 電磁弁を用いてコントロールする方式でエアコンプレッサーを持つ車両で利用される。電気負圧式はエンジンで回転するバキュームポンプで発生させた負圧と電磁弁を用いる方式でエアコンプレッサーを持たない比較的排気量の小さい車両に用いられる。保安基準上は減速装置と定義されフットブレーキのように車両を停止させることはできない。 主に車両総重量3.5トン以上のトラックやバスに用いられる。日本国内向けの日本車の場合、操作はステアリングコラムの側面に設けられたレバーで行い、下に押し下げるの旧式車か上に引き上げることで作動する。アクセルペダル、またはクラッチペダルを踏むと解除される。欧州車では床にスイッチがあり、右足のかかとで踏んでいる間だけ排気ブレーキが、 作動するものもある。このスイッチはアクセルペダルから完全に足を離さないと操作できない位置にある。フューエルカット機能がない古い車両は排気ブレーキの作動中にディーゼル排気微粒子を多く排出し、ブレーキ解除時に排気管から黒煙を吹き出した。近年ではほとんどの車両がアクセルペダルを踏んだ状態で排気ブレーキが作動しないようになっている。 かつては排気ブレーキをはじめとする補助ブレーキの作動時には制動灯が点灯しなかったため特に高速道路で追突事故の要因の一つになるとも考えられていた。これを受けて運輸省は法改正を検討し1993年の車両保安基準改正時に減速率が秒速2.2メートル S 以上の排気ブレーキ作動時に制動灯を 点灯させる基準を導入した。日本自動車工業会はこの基準改正を受け、排気ブレーキ作同時に制動灯を必ず点灯させる自主対応を行った。しかし、長い下り勾配で制動灯が常に点灯した状態で走行すると、そこからさらにフットブレーキを使った急制動に移行しても、点灯状態に変化がないため、後続車に対する急制動の警告効果がないとして、 現場からは批判も上がった。その後、1999年に日本自動車研究所より補助ブレーキ作動時に制動灯を点灯させることの問題点に関する報告書が提出され、これ以降は排気ブレーキで必ず制動灯が点灯する仕様とはなっておらず、自動車メーカーによって異なる対応をとっている。排気ブレーキの作動を示す赤色以外のランプを装備する例も見られる。 ディーゼルエンジンはガソリンエンジンのようにインテークマニホールドで安定して負圧を発生させることができないためバキュームポンプが装備される。国土交通省道路運送車両の保安基準の細目を定める国時代212条減速能力が秒速2.2メートル以下である補助制動装置にあっては操作中に制動灯が点灯しない構造とすることができる。 ありがとうございます。